こんにちは、ラブサーフの西井です。今日はですね、神奈川県の海老名にあるサイバーウェットスーツの工場に来てます。見てください、ここがね、そのファクトリーなんですけど、今日は僕のあのウェットスーツ、今あのオーダー入れてあの作ってもらってるんですよ。今年のあのモデル、ウェットスーツのできる工程だったり、あのいろんな生地の紹介だったり、あとうちのお店のあのオリジナルの商品とかも開発して作ってもらってるので、その辺の紹介をねしていきたいと思います。でいろんなブランド、リンコンとか、あとサイバーとかね、ウェットスーツね、あそこに、ね、あのロストのチームライダーのクリスワードがバックサイドバレル入ってますね。これはあのモデルの女の子かな、ね、あのカタログに出てる子なんですけど、はい、で中にね社長の今福さんが待ってるんで、これからねちょっと突撃したいと思います。では行きます。こんにちは、今福さんこっちかな。はい、はい、こんにちは、どうも。西井さん、お久しぶりです。お疲れ様です。はい、今日はよろしくお願いします。はい、工場見学と、はい、僕のウェットスーツの今作ってもらってるやつ見に来ました。はい。はい、皆さんね、ウェットスーツの作られる過程とか、はい、どういったところで作ってるのかとか、はい、まあ、生地とか、うん、まあ、工場の中ってなかなかね、あの見ることができないと思うんで、まあ、ちょっとあの、ね、見せていいところだけ、はい、あの企業秘密とかもあると思うので、はい、あのご紹介していただければと思います。わかりました。はい、ラブサーフでね、作ってもらってるサイバーウェットスーツとアンカーウェットスーツの方のどんな感じで作ってもらってるのかっていうのをね、はい、お客様にも見せられたらいいかなと思って。よろしくお願いします。はい、わかりました、はい。よろしくお願いします。はい、ここ今入り口入って、ストックルームですね。ここにほら、これすごいですね、生地ね。大きいですね。これオリジナルの生地なんですかね、まあ、こういうのは。そうですね。でもうちほぼオリジナルですかね。うん、うちのブランド用にってことでやってます。なるほど。特に今ね、これからフルスーツのオーダーを今みんな考えてらっしゃるところなんで、はい、まあおすすめの生地だったり、後でファクトリーの方でご紹介していただければと思います。その辺のはあれですか、ショップさんとか送るやつですか。日本向けと、うん、あと最近円安の影響で結構海外からも、はい、あの引き合いが来てるんで。なるほど。カリフォルニアにもあれですもんね、あの販売拠点があって。そうです ね、うん、はい、サンクレメンティにありますもんね、はいはい、もう本当ね多いんですよ、あのサイバーウェットスーツ着てる人。カリフォルニアで質がやっぱり日本のウェットスーツっていいので、アメリカのちょっとねこだわりのあるサーファーなんかにはね、あの受けてるみたいで、結構増えてきました。僕もカリフォルニアでよくあのサーフィンするんですけど、トラスルズなんか行くといっぱいいますよ。 あとライダーの子もいますもんね。ワードもいるし、そうですね、ね、Kもいるし、はい、またすごいですね、色がいっぱいある。僕が着てるこれだ、あれだ、ウェットスーツのやつだ。これそうですよね、違いますね。これは発熱ですね。発熱か。はい、これ発熱です。軽いですね、これ。ふわふわ、めっちゃ軽い。冬物のドウェットスーツメインで使っているのがだいたいこのタイプになりますね、うん、はい、これ名前なんて言うんでしたっけ。ドライサーモです。ドライサーモ、はい、軽くてあったかいですよね。ですぐ乾くという、うん、はい、これは汗とか、うん、そういうこうちょっとした水分を吸収すると発熱をするっていう、うん、で黒いやつがハッチにあったんですけど、うん、あれがこう伸ばすと発熱する、うん、あ動くと、はい、生地自体が、はい、すごいですね、生きてるみたいですね。そうですね、いろんなのがあります。はい、すごいですね、ウェットスーツも進化してますね、生地がね、はい、いっぱいありますね、これ、まあ、あのこの時期、はい、どうしても、うん、あの使う生地をメインでここに置いてあって、うん、まあ後でまたあの、うん、紹介させていただきますけど、うん、別の倉庫が裏にあって、うん、そっちに夏物とかを今、うん、あの持ってって、そう、すごいですね、いっぱいあるってことですね。いや、片側がメッシュ、はい、スキンのこのタイプとかですと、うん、はい、ちょっと深い話になっちゃうんですけども、はい、食パンの耳の部分がこれになるんです、はいはい、真ん中がこういう両面ジャージになって両方貼るんです。真ん中の部分がジャージになって、はいはい、耳がラバーのこういう、はいはい、あの生地になるってことなんですか。そうなんです。そうなんですか。それ全部を同じ生地で作るってわけじゃなくて、はい、上と下があの冬物のこういう生地になるんです。そうなんです。ですから変な話、その上と下しか取れないんで、うん、すごい希少価値は高いんですよ、逆に言うと。牛肉みたいですね。
そう、まあ、そうかもしれないどっかの希少部位みたいなそうなんですよなるほど、そういうふうな、なかなかねこれ皆さん情報わからない方、知らない方多いと思うんですけど、知らなかったです、僕も知らなかったです、そうなんですか、材料メーカーさんも、まあ、すごくこれはエコじゃないんですけど、ファンの耳だけ切ったら中を捨てちゃうっていうパターンもあるんですか、やっぱりあるんで、あまりそれはしたくないんで、まあ、ラバーとの部分とジャージの部分をうまくバランスよくウェットスーツに使っていかないと資源の無駄遣いっていうことにも、そうなんですね、はい、まあ、余った生地は夏物でも使えますから、うん、かっこいいなこの生地、色が下半身に使ってる両面ジャージですね、冬物の生地です、そうなんですね、はいはい、へえ、これはこの生地、この生地はあれですか、こっちが表面になるんですか、表です、こっち表ですか、はい、でこっちが裏地になるんですね、はい、へえ、なるほど、これ柔らかいのはそれは、はい、うん、特徴はすごく伸びるんです、うん、伸びますねこれ、はい、本当すごい伸びる、あの膝とか、うん、そういう、こう下半身の動きをっていうところで、なるほどね、はい、これすごいですね、こんな伸びる、よぶよです、うん、あんま伸ばしちゃうと怒られちゃう、大丈夫ですよ、ちゃんと戻りますから、はいはい、それでこの、うん、この緑の生地の中に、うん、もう繊維の中に直接空気を含ませて、こういう肝とはまた別に、はい、もうこの繊維自体に空気が入ってるっていうふうな、そういう素材なんです、空気であったかいってことですね、そうです、空気が含んでるんで、はい、へえ、じゃあ空気の層ができる、そうです、じゃあちょっともう一つの倉庫って見せてもらってもいいですか、はい、はい、お願いします、はい、ちょっと行ってみましょう、はい、こっちですか、今、はい、はい、こちらです、第二倉庫、はい、はい、おー、どうぞお入りください、はい、あ、今福さんこれあれですか、この中にあるんですか、これ、そうなんですよ、うん、なるほど、はい、環境を一定に保ってるってことですね、はい、あ、なるほど、この中にあるんですね、はい、今見てください、ちょっとそっか、揚げす、そうですね、乾燥しないようにしなきゃいけない、そうですね、日も当たんない、あ、いました、いました、はい、ほら皆さんいました、ここに寝てますね、はい、ここで冬眠してるわけですね、熟成させてなんかこれ寝かせてるワインみたいですね、これね、材料メーカーさんの方で出来上がった生地をそのままウェットスーツにしちゃうと、ちょっと足が短くなっちゃうとか、使ってるうちに手が短くなっちゃうってことがあるんですけど、それは寝かせる時間が短いとそうなっちゃうんです、なるほどね、はい、じゃあもう適正な形になってから作った方がウェットスーツは、はい、長くなった、短くなったりしないってことですね、そうですね、はい、ですからこの状態でやっぱり 1,2 ヶ月置いとかないと、うん、さっき僕が説明させていただいたように、うん、そういうことが起きるっていう、うん、まあこれあんまりディープな話だからしちゃいけないんですけどね、はい、他のメーカーさんとか怒られちゃうんで、はい、あんまりちゃんとそこまでやると、はい、うん、ウェットスーツのサイズが、はい、買った後に、はい、短くなったりしないよっていう話ですよね、はい、そうです、うん、はい、なるほどなるほど、ですからちゃんと、まあ、時間大変ですね、時間かけて工場内でこういうこと しとかないと、はい、お客さんに迷惑かけちゃうということなので、はいはい、まあ、こういうことまでしてますよっていうことですよね、そうですね、はい、そういうことです、はい、まあ、ちょっと自慢みたいになっちゃうんですけどもいやでもね、はい、これはねいいことだと思います、はいはい、すごくね、まあ、お客さんね、サイバーのウェットスーツ買う方はね、でこういうの見るとね、やっぱ安心しますよね、あ、なるほど、ここまでしてくれてるんだってね、まあまあ、そうですね、うんうんうん、はい、やっぱなかなかそういうのってね、なかなか見えないところっていうか、うん、まあね、店頭にね、ウェットスーツ飾ってあって、はい、そんなことまでね、お店の人は説明してくれないですし、はい、うん、そういうふうになって作られてるんだよっていうね、うんうん、だいたいね、ウェットスーツの生地のあったかいとか伸びるとか、そういうところね、説明はありますけど、うん、こうね、作られる前の、工場でことを加工してるとかっていうのをね、まあ、仕入れてよかったかな、はい、はい、ありがとうございます、はい、あっちにもあるってことですね、ずら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 と、そうですね、はい、全部入ってます、はい、まあ、こっちのあれですか、茶色い方にも入ってるんですね、こっちはウェットスーツ系が入ってますかね、出来上がったウェットスーツ、ウェットスーツが入れられてる、はい、はい、あれ、なんかこれ水槽がありますけど、これ何かかってるんですか、今津さん、これあれ、ええ、魚かってるんです、魚誰もいないですよこれ何ですか、これそれですか、はい、ドライスーツの、うん、はい、試験に使ってます、あ、なるほど、ドライスーツを出荷前に水が漏れがないか調べる、はい、
機械なんですね、はいはい、ウェットスーツを挟むんですかこれ、うんまあ、ちょっと今この場にウェットスーツないんですけど、はい、ここにコンプレッサーがあって、うんはい、このコンプレッサーを使って、うん、ドライスーツ内に空気を入れます、はいはい、で空気を入れてもちろん手と足首は全部縛って、うん、で空気を入れて、うん、でタイヤのパンク の、うん、あの修理の時と同じように、うん空気を入れたウェットスーツをこの中に寝かして、うん、で今西井さん言われてたこれをガチャンと落とすんですでこれをグッと下に押さえつけるともし漏れてればブクブクブクっていう泡が出てくるんですよね、はい、それがないか検査するんですよね、はいはい、おなるほどちゃんと検査してあの出荷してるっていうことですねそうですねこれでじゃあ大変ですねじゃあドライスーツはね検査もしなきゃいけないからねそうなんですよ、はいまあ、確かに水が入っちゃったら大変ですもんね、うん、ねサイバーさんで作ると安心ですねちゃんと検査してくれるっていうことなのではい、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ、はい、ちょっと次は、はいじゃあ工場の方ファクトリーの方に、はいうん、お願いします案内してください、はい、お願いします、はい、じゃあ製造現場の方はい、はい、案内させていただきます、はい、ファクトリーは2階にあるんですよね。そうですね。2階です、はい。2階のファクトリーに来て、皆さん、都市ズマリンプロジェクトのスタッフの方々が一生懸命今働いてますね。すごいです。前回来た時よりも、たくさんの人が働いてるのと、ミシンの数とか、機械の数がすごい増えましたね。これね。ちょっと増えたかもしれないですね。ですね。はい。やっぱ、すごいな。ご紹介していただきます。本当にウェットスーツ作る工程順、工程、はい、工程順で、うんお願いします、はい。はい。こちらですね。はい。まあ、今はい、型紙ですね。型紙はい。今型紙をオーダー用紙を見ながら数値を入れてるんですね。はい。お客さんの首とか胸囲とか体重とかね股下とかあのお店で測った数値をここで入力してるわけですね。そうです。じゃあこれあれですね。オーダー用紙は綺麗に書かないとダメですね。僕のやつ汚いから大変ですよね。はい、大丈夫ですか。すみません。だいぶ僕の字も慣れてきてもらって、もう長年スポンサーしてもらってるんで、じゃあすみません。話それちゃったんですけど、すみません。これが、これが僕のサイズですね。はい、基本的なサイズをここに、はい、常に、うん。もうこれはコンピューターなんで、はい、常にもう西井さんのサイズはここにずーっと。あるんですね。はい、登録させていただいてます、ね。すごいですね、はい。ありがとうございます。はい、ファミリーの方の名前とか、ね、あ、はい、ありがとうございます、はい、いっぱい作ってもらってるんで一体何着作ってるのかなっていうのがいっぱいありますねありますね、はい、100着超えてますねこれねありがとうございます、まあ、これ、はい、カッティングプロッターって言いましてカッティングプロッターただ単にこう出力するだけじゃなくて、うん、ここにカッターがついててカットをしながら型紙を出していくっていう なんか今出てきましたねこれ、はい名前もちゃんとプリントされるんですね、これね。そうです。お客様の名前もね、オーダー番号と、うん、お客様の名前と、はいはい、で一個一つのパーツがもうバラバラにならないように、はい、それで管理はされてます。なるほど、なるほど。切った後も誰のものだか分かるように、そうです。どこの部分だか分かるようになってるってことですか。はい、すごい。はい、次の工程がこっちに行くんですね。はい、これは、今定規を当てて、なんか書いたり、しっかりしてますね、これね。そうですね。100% っていう形では出力されないんですよ。うん、はい。そこに多少人間の手が加わって、うん、はい。で 100% のものにしていくっていう。ああ、そうなんですね。はい。サーフボードに例えると、はい、シェイプマシーンでこう出来上がったものにどうしても最終的には人間の仕上がりが入るじゃないですか。うんうんうん、はい、はい、あれと同じようなイメージですかね。じゃあこれ重要なパートですね。はい。まあどれも重要だと思うんですけど。はい。はい。ああやってテープで止めていくんだ。まあ、はい、はい、いろいろと。すごい。はい。はい、で、こっからさらに次はこっちに行くわけですね。そうですね。はい。型紙を合わせて、これで、重りを置いて、線を、うわ、すごいこれ。俺がやったら絶対ずれるな、これ。生地に型紙を置いて、これは後で切るわけですね。そうです。はい。これ切る作業っていうのは、今、ちょうど隣の台が、同じで、はい、やってますね。やってるんですけども。はい、はい、はいはい。おぉ、カッターが、これカッターが丸いんですね、これ。なんかタイヤ、はい、タイヤみたい、タイヤっていうか丸いカッターで曲線を切れるようになってるんだ。おぉ、なるほど。おぉ、すごい、線の上走ってる。おぉ、素晴らしいです。失敗したりします？
頭しますね。はい。そうですか。はい。じゃあ、なるほど。おー。待って、こうやってウェットスーツが、オーダーされたウェットスーツをお客さんのサイズに合わせて、一つずつこうやって手作りで、まあ、一枚ずつこうやってパーツを切られてるってことですね。すごいな。おお。ああ。次は今福さん、どれですかね。これ、この機械なんですか、これは。はい、さっき裁断のところ見てたじゃないですか、うん、はいはい。で、切り上がってしたパーツがこれなんですけども、うん、はいはい、このパーツに、うんうん、この、転写マークですね。転写マークかっていう、はい、このプリントのマークを、はい、この機械を使って、入れる。入れるんですね、はい、これ専用の機械です。はい、昔は、うん、原始的なやり方でアイロンを使ったりとか、はい、うんうん、そういう入れ方をしてたんですけど、はい、圧にこうムラが出ちゃって、うん、はい、結局マーク剥がれを起こしちゃうっていうことがあったんで、うんうんうん、はい、この温度設定もデジタルのここにメーターがついてますから、はい、この温度設定でやるといい、一定に保ててあるわけですね、はいはい、へ、これは、マークを今これどこのパーツだ？これ、袖ですね。右袖になります。右袖、はい、この部分だ。はい。じゃあ、お願いします。はい。はい。そこに、はい、で、はい。おなるほど。おぉ。マークが。はい。はい、あれ透明のやつはどっか行ってる？あ、そこに、はい、そこにあるんですね。はい、はい、はい。はい、うん、二度押しっていうんですか、はい、へ、そうすることによって圧着されて、ね、はい、髪が溶けてしっかりついて、うん、すごい、おマークが入りました。すごい、見てください、これマーク入りました。こうやってね、マークが入るみたいですね。転写マーク、あったかい、ポカポカ出来たてのほやほやです。すごいいいものが見れました。はい、じゃあ次へ行ってみましょうか。はい、次の工程はどこかな。これあ、糊をこれ貼ってますね。これあ、ちょっと見てください。これここ、あ、すげえ、お腹が開いてます。これ今ね、なんか塗ってますね。これ何ですか。これボンド塗った後にトルエンね、はい、はい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 、トルエンで塗って少し溶かしてるわけですね。糊を、表面を溶かして指で合わせて貼ってるということか。そうです、はい、おお、これボディだから5ミリですね。貼り替えがありますね、これ。そうです、あ、そこ最初そこを合わせるんですね、はい、へえ、うん、おお、職人技です。すごい、なるほど。それでニッパーでさらに圧着させると、おお、おお、なるほどなるほど、はい、でもう片側もトルエンで薄く塗って、表面を溶かしてくっつくようにするんですか。それ、へえ、これ大変な作業ですね。一着ずつ丁寧に、うん、なるほど。こうやって手で貼り合わせてニッパーでやると、お、なるほどなるほど。まあ、昔はね、うんうん、ニッパーがない時代は、うん、こうつけてから人間の指で、はい、おこういう形で、指でやってたんですか。そうなんですよ、昔は。指で、はい、で、つまんでって、こうつまんでっていうふうなことをやって、で、やったんですよ。やっぱ限界があるんですよ。特にこんな5ミリぐらいの厚みになっちゃうと、うん、やっぱ上だけで、表面はできるけど、奥ができないとか、はい、弱いんですよね。うん、はいはい、だから、そういうのが、まあ、こういう機械使うと、うん、しっかりと奥の方まで伝わりやすいんで。うん、それでグッと。はい。はいはいはい。あの機械があると、圧着して、綺麗にくっつくと、はい、そうですね、指でやってる頃よりも今の方がくっつくってことは、軽かに強いです、ね、だからウェットスーツ長持ちするんですね、今のやつね、はい、
まあ、サイバーさんはこういうね、このパシパシっていうこの機械で、ニッパーで挟んでくれてるんで、しっかりした作りだということで。はい、じゃあ次の工程に行きます。はい。はい、これさっきニッパーで挟んでいたんですけど、はい、それの前の工程ですよね、そうですね、これはね、はい。ウェットスーツのパーツの接着面に、糊、を塗る。糊を塗る。糊。これボンドですか？糊っていうんですか？まあうん、ウェットボンド、まあ、ウェットボンド、ウェットボンドの糊、まあ、いろんな言い方があるんですけど、ね、とにかく接着剤ですね。糊ですよね。はい。はい、糊を塗って、今ね、職人さんたちが塗ってくれてますね。本当に塗ってる、塗ってる、塗ってる。おお、あの断面に全部に塗らなきゃいけないですよね、ウェットスーツってよく考えたら。そうですね。ね、切ってあるところ、手首と足首が全部ボンド塗ってあるってことですよね。すごいな、これ。うん、でもこれパーツの数が多ければ多いほど手間がかかるんだってことですよね。あんなちっちゃなパーツも使うんだ。どこに使ってんだろう、胸のパーツです。胸のパーツ。女性の。女性のバストの辺のところのパーツが、ポコッとこう膨らむところに。じゃあ男性には必要ないってことですね。まあ男性には必要ないんですけど、はい、でも、こういう細かい、うん、このスーツじゃないですけど、例えば、うん、ロングボード用のウェットスーツですと、うん、内側のこの辺に補強用にちょっと小さなこう、うん、擦れて穴が開かないようなそういう小さいパーツを使ったりとか、うんうんですね、そういうのはやります。はい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 、なるほど。上乾かしてるんですね、これね。そうです。糊が乾くて。ボンドがこれあれですよね。すぐ貼れないんですよね。そうです。時間が経ってから貼るんですよね。そうですね。うん、で、うん、一応、工場の中もこう、空気の流れがあって、はい。あそこについてますね。あそこからこう空気を吸って、うん、後ろから空気が流れて、あっちの方にこう、匂いが向こうに、こっちに戻ってこないように、なるほど、なるほど。そういうふうな。働いてる人たちの環境も考えてあるってことですね。そうですね。まあ、極配っていうんですけどね。うん、これは、極配。はい、局所排気装置っていう。ああ、なるほど、はい。はい。確かに僕、ここにいて、匂い感じないんですよ、全然。うん、なんかどんどんね吸い込んでっちゃうっていう、まあこういう環境で皆さん働いているということですね。工場の環境がねちゃんと整えられているという、素晴らしいですね、これね。はい、岩木さん、これなんかいっぱいここに今並んでるのは、これお客さんのオーダーですね。これから組み上げていくやつですね、これね。そうです。まあ、すごいな、これもう忙しそうですね。これ糊塗って、うん、塗って組み立てていって、うんうん、で組み立てられたものが、はい、ここにどんどんこうかけていくんですけど。あ、なるほど、はい、はい、で出荷されるってことですね。まあこの後、この後まだこれから説明するんですけど、うん、なるほど、はい、はい、違う工程があります。まだ違う、組み上げた後何か工程があるみたいなので、はい、ちょっとそれを見に行ってみましょう。はい、行ってみましょう。はい、ここからまださらに何か工程があるんですか？そうです、はい、この状態で仮にウェットスーツを着て作業をするとするじゃないですか、はいはい、結局接着剤しかついてないんで、うん、もう引っ張ると裂けてきちゃうんですよ、はい、なるほど、はい、うん、でやはりどうしてもこの裂けないように補強しなきゃいけない、うん、はいはい、その補強がミシンになります。あ、縫うんですね。はい、はい、ミシンでも水が染みない縫い方をしなきゃいけないんで、うん、はい、これがこれからご紹介する、うん、まあ、業界用語だとすくいミシンっていう、すくいミシン、はい、じゃあすくって縫うんですね、きっとね、はい、はい、ウェットスーツ、これアンカーのウェットスーツありますね。お客さんに、これうちのお客さんのオーダーの、これ誰のかな、浅野さんのですね。はい、はい、はい、あ、今福さん、これはあれですか、先ほどのすくいミシンって言ってた、そうです、作業をしてるところですね、はい、これ、はいはい、ここ見てください、ここ今ガーってやってるんですよ、ここですね、はい、ここほら、次どこ行きます、これここがすごいですよ、これぐるぐるぐるって見てるの、ぐる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 、パチンってほら、すごくないですかあれ。はい、でここも切って、おー、なるほど、これはテクニックいりますね。これ難しいですよ。ね、難しいですよね。はい、俺違うとこ塗っちゃいそうだな。おお。これじゃあ表面だけこう縫えてるんですね。そうです。へえ。
すごいすごいすごい。これちなみにあのこう貫通しちゃう時があるんですよ、はい、生地が薄い時とか、はいはい、そうなると一回縫い直し、うん、もしくは接着をして直してやらないとまた水が漏れてきちゃうんで、なるほど。ドライスーツの場合はもう完全に貫通しちゃった場合は、うん、あの全てやり直しになります、うん、うわ、まあ、ウェットスーツの場合は状況に応じてですね、ケースバイケースでは判断するんですけども、はい、基本的にはやはり全てこうなった時はやり直す方法でっていう。これかなりあれですね、大切なパートですね、これもね。まあもうこれができないとウェットスーツはまず、うんうん、あの作れないという。これなかなかの海外のウェットスーツとかってないですか？あります？海外もやっぱりこの手のミシンです、はい、うん、そうなんですか。この手のミシンなんですが、海外はどうしてもあの効率を上げるためにちょっと違うミシンがあるんですけど、それでやる場合もあるんですよね。接着工程をなくしてで直接ミシンをかけちゃうっていう作り方も ありますよね、はい、あのボンドがなくてなんか縫ってるだけのやつ。そうです、はい、あれが海外は割と、あの低価格帯のものは、はい、多いです。なるほど。低価格帯のウェットスーツはそうやって作られてるそうですね。やっぱ ね、サイバーさんのウェットスーツはちゃんと貼ってすくい縫いしてしっかり作ってあるんですね。そういうことですね。安心ですね、はい、案外ね、今西さん言われたそのね、低価格帯のスーツのその縫い方を知らない人が多いから、同じフルスーツでも3万円のものと1万円、まあ、2万円ぐらいのね、差が半分ぐらいの差があるやつで、よく見た方がいいです。海外ものは結構直接縫ってるやつが多いんで、だから安いんですよ、はいはい、っていうかね、サイバーさんで作ってるのはかなりねこだわってる、そのシーズンで一番ベストの、あの暖かかったり柔らかかったりっていう素材使ってるからね、やっぱりあの信頼あるメーカーのウェットスーツをね選んだ方がねいいのかなと思います。はい、ですね。これもあれですか、すくい縫いをやってる。はい、同じですね。あ、こっち、まあ、うん、はい、それでまた違う。こっちも、あの、こちらの方も今、はい、すくい縫いを。すくい縫いをね。でもこれカットが多い方が立体的にウェットスーツって出来上がりますもんね。あの、立体裁断がやっぱり今も主流ですから、うんうん、やはりカッティングを少し入れておかないと、うん、なかなかこう、うん、人間のこの、例えば筋肉の、この、うん、ふくらはぎ、うん、とかの部分に合わせたこう膨らみとかを出しにくいんで、どうしてもカッティングは多くなってます、うん、なるほどね、うん、そうですよね、うん、すくい縫いのパートでした。はい、岩木さん、こちらは今これウェットスーツ今裏返されてますけど、何をやってる作業ですか、ね、あれですね、あの最終チェックですね。最終チェック、はい、はい、うん、まあ、大体全てのこの工程が終わりました、はい、出荷前 の、うん、の接着不良とか、はい、まあ、さっき言ったミシンのそうい う、こう、うん、ね、目飛びがないかとか、はい、チェックされてますね、はい、あと汚れがないかとか、汚れがないかとか、はいはい、今糸をあれですね、切ってますね、はい、まあ、無駄だね、うん、無駄な糸が出てないかと、出ちゃうと、はい、切られてるんですね。すごいすごい、まあ、この辺はもうちょっと人間の目じゃないとわからないというか、まあ、でもこうやってね、あの最終的にチェックしてくれてるっていうのはお客さんの方は安心ですね。こういうふうにね、ここまでちゃんと一つずつチェックしてくれてるっていうのを見ると、はい、お、これは何ですかね、今スチームみたいの、これ割れ物、ボンドがちゃんとついてるから、うんうん、の確認ですね。それをかけるとボンドがあのちゃんとついてるかどうか分かるんですか、見て、うん、割れちゃうんです。あ、そうなんですか。ついてないとこれを、うん、開いちゃうんですか。開いちゃう。あ、なるほどね。へえ、それを今チェックされてるんですね、すごい、すごい、こんなことするんだな、これは初めて見ました僕。でもかなりのウェットスーツね、あの一着作るのにいろんな工程があるから、これ本当ね、ちゃんと、ね、したね、あの技術があるところでこうやってね、あの作ってもらってるウェットスーツだと安心ですね、本当ね。皆さんやっぱね手慣れてるから、さっきから見てると本当にもうね、もうね、もう一言も皆さん喋らず、あのね、ね、どん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 手作業で、もう本当プロフェッショナルですよね、すごい。はい、あれ、こっちはまたさらになんかやってますね、これ。
ファスナーを、うん、ファスナーね、はい、はい、ファスナーをつけてるんですね。おっと、なんかスプレーが、これミシンにスプレーですか、これ。いや、あの生地に少しこう油を乗せないと、うん、はい、傷んじゃうんですよ。へー、保護です。うん、あのやはりでフラットスキンとかメッシュスキンの場合は特にああいうこう保護のスプレーをかけて、うん、ミシンを走らせるんですか。はい、摩擦でどうしてもゴムが傷んじゃったりとかする時がありますから、うん、はい、そういうのを防ぐために。うーん、今またね、あのスプレーがシリコンスプレーですね。そうですね、はい、これが今滑りも良くなって作業しやすい。はい、なるほど。まあ、結構ね、やっぱりウェットスーツって作るのにこうやってすごいきめ細かいあの気遣いがあって作られてるんですね、いろいろ。はい、チャック完成ですか。お、完成ですか、すごい。うん、まあバックジップのモデルは、ね、うん、バックジップの、うん、はい、バックジップのフルスーツも結構あれですか、多いですか最近は、オーダー。そうですね、うん、バネラがしっかりしてますので、ね、あ、なるほどね、はい、うん、結構ね僕バックジップ好きなんですよ、あの着たり脱いだりが楽なんで、はい、あと休憩したい時にね、お腹まで下ろせますよね。ね、それがいいですよね、うん、バックジップってね、はい、いいところは機械で貼った方がムラが出なくて、はいはい、剥がれにくくなるし強いってことですね、はい、はい、なるほどなるほど、すごいな、これ。これやっぱりでも貼ってあると貼ってないと全然違いますよね。いや、もうそれは皆さんね、うん、冬物のウェットスーツ使われてる方いらっしゃったら、はい、うんうん、やっぱりあるとないとだと水の染み込み方と耐久性が全然違いますね。そうですよね、これ引っ張られた時もね、あの生地がね引っ張られないですし、あと防水性、縫い目から水が入ってこないし、はい、まあ、ウェットスーツ長持ちさせたいとか、うん、防水性のことも考えると、これは絶対あった方がいいですね、裏の。はい、はい、これはあれですか、あの全部のウェットスーツに今オプションとかでも選べたりとかするんですよね。はい、はい、オプションもありますし、はい、まああとはグレードによって、うん、ついてるもの、ついてるもの、まあもちろん、あの全部のスーツに冬物はつけるんですけども、はい、まあグレードによっては、うん、まあ全身の1割ぐらい、うん、まあ2割ぐらい、3割ぐらいっていう形で、うんうん、多少そこは、あの価格と、うん、なるほど。あれもあるんですけど。そうですよね。はい、これね、これ結構ね、手間もかかりますもんね。はい。はい。なるほど、なるほど。じゃあこれは、あれですね、UMAXさんのところにある、ちょっと特別な機械っていうことで。そうですね、うん、まあ、持ってる会社、まあ、同業者さんでも何社かいらっしゃるんですけども、うんうんうん、まあ、何社かしかいないということですね。そういうことです。数少ないということですね、はい、へー、はい、すごい機会見れましたね、はい、よかったです、はい、うん、ありがとうございます、はいはい、今、都市ズマリンプロジェクトの、社長の今福さんに、ファクトリー内を、ね、紹介してもらいました。ウェットスーツ の, あのできる工程だとかいろいろ、ね、説明してもらったんで結構、ね、面白い、動画が撮れたんじゃないかなと思います。でウェットスーツね、僕もね結構作られてる工程で知らなかった部分とか今回はじっくり見れたので僕自身もね楽しかったですね。はい、今福さん今日ありがとうございました。いえ、はい、本当じっくり見せすぎちゃいました。はい、見せすぎちゃいました、はい、大丈夫ですか。いや、はい、ちょっと企業秘密が含まれてたんじゃないですか。ちょっと心配です、ね、そうですか、はい、でもまあ多分皆さん見られれば、うんうん、あ、本当にウェットスーツはこうやってできるんだなっていうのが、うんうん、わかると思います。ここまで見せたことは正直うちありません、うん、あ、今まで、はい、なかった、はい、はい、ないです、はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあちょっとあれですね、同業者さんたちもびっくりするかなみたいな、あ、なるほどそうやって作ってるんだなって言って感心されますね、うん、きっとね、まあ、出回っちゃうかもしれないですね。はい、そうですか、はい、はい、まあ、ちょっと秘密も含まれてるっていうことなんで、はい、どうもすいません、ありがとうございました、はい、はい、で、そうですね、あとうちの方で今ウェットスーツ の, オーダーフェア、はい、うん、やってるんで、
またサイバーウェットスーツだったりアンカーウェットスーツだったりっていうのをラブサーフの方に注文しに来てくれると思うので、それいっぱい入ったらまたよろしくお願いします。今だいたい納期どれぐらいですか？はい、まあ、4から5週っていうところですかね。なるほど、じゃあ約1ヶ月ぐらいってことですね。そうですね、うん、今ならまだ年内間に合う。年内大丈夫です、うん、年内間に合う、はい、今すぐなら年内間に合うってことですね。そうですね、なるべく、早い方がいいですよ。お急ぎのご注文、うん、はい、急いでいただいた方が、うん、安心かと。そうですね、はい、はい、安心だと、安心だそうです。はい、そうですよね。だって1ヶ月だから12月に入っちゃったらもう来年になっちゃうってことですよね。11月中でないときついってことですよね。まあ、年内納品はね、はい、そうですね。あとはもうこの動画を見ていただいて、うん、西井さんの YouTube を見たって言っていただければ、はい、もしかしたら早くなる。本当ですか？それ特別ですね。はい。わかりました、はい。ということです。YouTube を見たっていう方限定で少し納期が早くなるっていうことで、今社長さんが OK いただいたので、ということなんで、ラブサーフの方で、ご注文の方、オーダーお待ちしてますんで。はい。うちのね、スタッフが、約30箇所ぐらい首から手首から足首まで全部フルスーツのサイズを測って、テーラーメイドで、モデルだったり、生地だったり、あと、マークの入れ方だったり、カラーとか選んで、ご自分の好きな、デザインでできるので、ぜひね、お店の方に来て相談しに来てください。はい。よろしくお願いします。はい。岩木さん、今日はありがとうございました。はい。はい。また、よろしくお願いします。僕のハットスーツも、そろそろできてくると思うんで、楽しみにしてます。はい。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい。はい。今日はですね、サイバーウェットスーツさんの工場をですね、皆さんに見てもらいました。いかがだったでしょうか？今うちのラブサーフの方ではウェットスーツオーダーフェアをやってますので、そちらの方ですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ね、特典などがついてますので、よかったらご覧になってください。はい、ではウェットスーツの方ですね、オーダーね、皆様からね、どしどしお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、それでは今日は終わりにしたいと思います。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。